藤間です。今回はちょっとこれ大晦日に撮っているので2020年の仮想通貨市場の振り返りと、そして2021年の市場どうなっていくか見たところの本音をね話していこうと思います。このチャンネルでは仮想通貨のチャート分析や株、そして社会経済の話を毎日配信しておりますので、投資に興味がある人、お金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、いつもはね私のね、スタジオというかね撮影場所か、まあ、あるいは車の中で撮ってるんですけど、初めてちょっと今日私の寝室で撮ってます。ちょっとこれは意図があってね、今正直ねベッドに、座っていて布団にこうやって入ってる状態なんですけど、まあ、こういう状態の方がねちょっと僕もね本音の部分がちょっと話しやすいのかなと思って、初めてねちょっとこういう形でね、私の寝室から、動画を撮っているという感じなんですけど、もう私のことはあんまり知らない人に説明しておくとね、もともとね株のトレーダーでした。株のトレーダーで、2007年にやってから始めたので、私が20歳だった頃ですねに始めたので、13、4年ぐらいね株の投資やってきたんですけど、仮想通貨はね2016年に始めて、ビットコインが7万円ぐらいの時、XRP が当時3円のぐらいの時にそれぞれビットコインと XRP を買ってね、で2017年のバブルに、ご存知の通り、爆上げしましたので、ビットコインで25倍ぐらい取って XRP で101倍とか取ったんですかね、110倍ぐらい爆撃取って、まあ、結構資産を形成したんですけど、まあ、ある意味でね私はもともと株メインでやってたので、実は仮想通貨にそんなチャートコロコロ見てなかったんですけど、まあ、そんなに見てない間に2017年は爆上がりしたのでね、いつの間にか相当資産が増えてたみたいな形になっていて、まあ、最後ねバブルが終わるときはちゃんと見極めをして、そこでうまくエグジットできたってことで、まあ、爆上げ取ったんですね。私みたいにね割とね片手間で、まあ、特にその株の投資がメインでちょっとビットコインも持ってるみたいな人いっぱいいると思うんですけど、そういう人の方がね意外と爆上げ取れるっていう可能性もあるのかなと思います。その仮想通貨の投資ばっかり中心にやってて、なんかそのちょっと上がったら利食いしたりとかね、ちょっと落ちたから損切りしたりとかでコロ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 、トレードしてる人よりも、まあ、現物投資だったらちょっと放置してるぐらいの方がバブル相場は有利になってくるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、で2020年のね、振り返りをしていくと、2019年にねちょっとプチバブルみたいな、ビットコインが150万ぐらいつけるみたいな場面があって、まあ、その後70万円ぐらいまでね2020年ちょっと落ちて、でその辺が結構サポートラインだったので、まあ、70万円ではいい買い場なんじゃないかと、まあ、言われていて、私もまあその辺で買ったんですけど、ご存知の通りね、3月にまあコロナショックがあって、株のね暴落とともにビットコインも暴落して、ビットコインもね一時期30何万円ぐらいまで暴落したと。で他の仮想通貨も3月の12日ぐらいから14日ぐらいかけて、まあ、大暴落しましたよというのがあったと思うんですけど、やっぱりそこがね今思えばかなりねいい買い場だったと思うんですよね。私今ツイッターとかでも言ってるし他の SNS でも散々言ってるんですけど、大体ねなんとかショックとかって言われてる大きな暴落ってそこが最強の買い場だってことが多いんですよ。リーマンショックもそうだし、コロナショックもそうだし、東日本大震災もそうです。後から見てみると そこで大暴落してるところが、最も一番底根圏でね一番、買うべき場所だったんですね。まあ、XRP のね、SEC の訴訟で、まあ、XRP がね、2020年の12月に大暴落しましたけど、そこで私がたくさんリップル買ってるのも、まあ、そういうね、過去の経験から基づいて、まあ、大体そうやってね、悪いファンダで暴落してくるときって、実際後から見てたら、もう結局ね、どんどんね、価格戻してしまっていて、あ、結局大暴落したところがチャンスだったじゃんっていう風になるんですよ。だから、その SNS とか YouTube 界隈を見てもトレード歴が強い人ほどこの SEC の問題が起きた時に暴落してリップル買ってますよね。僕も買ってるし他のねトレードうまいトレーダーもリップル買ってるんですよ。基本的に大暴落したら、ある程度反発してくるのでね、その反発狙いとかね、まあ、あったりとか、まあ、ガチをするために安い価格でたくさん仕込みたいから買うっていう人もいると思うんですけど、まあそういうね、ファンダで大きく暴落してくるときっていうのはね、まあよっぽど株とかでもう倒産しますっていうね、ことにならなければ、まあ大体買い場なんですよね。だからまあリップ割と僕も自信持って買っていけるんです。そう。で、コロナショックがありましたとあって、その後まあ株もかなり反発してきましたね。
世の中はコロナでかなり景気が悪いのに、まあ金融緩和でねお金すりまくってるので、まあ各国の政府がねその中央銀行がその証券とかね、証券会社を経由して、株とかを買ってるので、まあ株がどん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 上がってきたと。で結局コロナ前の高値も超えてしまったという状況で、まあビットコインもご存知の通り、市場された金をやっぱり超えましたという流れでした。で正直ねこの2020年の流れは、正直私は予想通りでした。まあ私ねもう半年以上前から2020年は送り人が急増しますよって言ってきたと思うし、2021年も送り人が急増しますよという、まあ、動画も出してるしブログでも書いてるし、まあ、散々言ってる通りなんですけど基本的にあのビットコインがね、半減期を迎えた時から、まあ、1年から1年半後くらいにはだいたいバブル迎えますので、バブルの頂点を迎えるのがだいたい半減期のあと1年後か1年半後ぐらいの、それぐらいの間でだいたい迎えてくるので、まあ2021年のまあ5月ぐらいからまあ後半ぐらいかけて、まあ最高値をね、仮想通貨もつけてくるんじゃないかなというふうに思ってます。でその後、2020年の振り返りをしていくと、まあ、8月に一旦高値をつけてね、ビットコインでいうと130万円つけた後、まあ、落ちてきて、落ちてきたって言っても結局105万1万ドルのラインでまあ留まって、まあ、その後、9月10月11月12月とまあ上げてきたと。で結局はまあ今300万円近くまで上がったという形になってますね。で、まあ、2021年がもう、ねこれ撮ってる、次の日からも始まってますのでこれ皆さんが見る頃にはまあ2021年なんだろうと思いますが、やっぱり引き続きね仮想通貨もかなり、強い上昇が迎えると思います。かなりバブル相場っていうべきね、大相場がやってくるんじゃないかなと思いますが、やっぱりそれを牽引するのはねやっぱり仮想通貨ではビットコインなんですよね。だからビットコインをたくさん持ってる人はやっぱりかなり資産形成ができると思います。もちろんあのアルトコインもね、結構バカ上がりするやつあると思います。まあ、イーサリアムも多分市場された金超えてくるだろうし、まあ、ディファイ関連の銘柄も結構上げてきたりはする。あとはポルカドットとか、まあ、カルダノエイドとか、まあ、ファンダがいいプロジェクトが多い、コインなんかもまあ結構上げてくるんだろうなと思いますが、まあ最終的にはやっぱり主要銘柄のコインをたくさん持ってる人がまあ勝つんじゃないかなと思ってます。マイナーなコインを取り上げてねこのプロジェクトがどうだとか言って、このコインが上場したら爆上げするとか言って、まあファンダとかプロジェクトを追いかけてる人って結局あんま勝てないんですよね。2017年もそうだったんですけど、あの頃もなんていうんですかね、初心者は、まあ、とりあえずビットコイン買う、とかリップル買ってたみたいな感じで、中級者ぐらいになってくるとなんかねマイナーなコインも手出したくなってファンドを追いかけたりするんですけど、その層はあんま変えてないんです。で上級者は上級者で、ビットコインのガチホと、ビットコインの FX で、ガンガンレバレッジかけて、ロングしまくってるので、まあ、上級者も相当儲かってる。で初心者もよく分かってないでとりあえずガチ押してるから意外と儲かってる。で中級者ぐらいのなんかファンダ追いかけまくってるような人で、しかも前回のバブルをよく分かってないような層がなんかいまいち勝てないっていうのはなんかあるんじゃないかなと。2021年も多分そういうことあるんじゃないかなというふうに思います。結局ねマイナーのアルトコインってそのファンダとかねプロジェクトとかでドカッて上げることあります。それでたまたま10倍取れましたっていうことあるんですけど、まあ、ほぼほぼねそうやって急上昇したやつって、大暴落するんですよね大体ね。そのままそれでとどまってる、高値でとどまってるコインってないじゃないですか。2020年もその例えばスシスワップとかねユニスワップとか、一気にね上場後爆上げして、で結局もう死んでいった、チャート死んでるじゃないですか今。ユニも、スシとかもね、ああいうコインが多分いっぱい現れると思います今後もね。なんかその中級者あたりがなんかそのコアな層みたいなね、まあ、自称状況なんだけどトレードはそんな上手くないみたいなね状況っていうのは、情報弱者じゃなくて自称自分は情報強者でファンダ追いかけてますみたいな人が、意外と勝てない、うん、意外と初心者でとりあえずビットコインだけ買ってずっと持ってた、うん、売り時分かんないし買い時もよく分かんないからとりあえず買ったけどずっと放置してる初心者、そういう人も勝てる。で上級者はもちろん勝てる、チャート見れるし分析できるし、どこでロングすればいいかどこでショートすればいいか分かってるから上級者も勝てる。でも中級者が
一番ちょっとね怪しいんですよ。結局そのマイナーなアルトコインをごちゃごちゃいじってて、結局ビットコインの枚数大して持ってないとかね、イーサリアも大して持ってないとか、うん、なんかそういうこと形になりがちなんで、うん、結局そのマイナーなアルトコインをやたら持ってる人は多分うまくね、仮想通貨バブルに乗れないと思います。そうで、私もね、今年ですか2020年は、もともとビットコインがね7割ぐらいは占めてたんですよ、私のポートフォリオはね。私は基本的にビットコイン信者です。僕はリップラーだという人も いますが、僕は一度もリップラーだということを名乗ったことはないですよ。リップルで100倍以上の爆撃出したことありますけど、リップルについては私は半信半疑です。 あくまで短期中期の、銘柄というか、まあ、あと3円で買ってるのでね、もともと3円で買ってるリップルあるので、それはまあ別にもう今どこで売ったってまあ爆撃なんですよ。だからまあなるべく高い価格で売りたいのがあって、まあ若調してるのなんですけど私は基本的にはビットコイン信者です、もともとね、なので、まあ、ビットコインたくさん持ってたんですけど、ネムと、リップルはね、まあ、今年はエアドロップがありましたので、スパークと、ね、シンボルがありましたので、ちょっと一時期そのポートフォリオの大部分っていうわけでもないけど、まあ、ネムとリップルだけで半分ぐらい、占めた時もありました、一時期はね。ただまあ今、これ撮ってる時点では2020年の大晦日ですけども、また、ビットコインがまあ半分以上占めるポートフォリオになっていて、ビットコインでやっぱ勝てると。で、他のアートコインも、まあ、ある程度上がるでしょうから、まあ、多少は持ってます。まあ、XRP 持ってるし、イーサリアも持ってる。ネムもね、まだ、これ取った時点では、スナップショット迎えてないですから、まだ持ってますし、あとはね、ステラルーメンもちょっと持ってるのと、まあ、バイナンスコインもちょこちょこっと持ってたりとか、まあ、でも、やっぱり時価総額が10位以内のものばっかり、持ってるっていうのが、まあ、私の状況で、もうそれでほぼほぼね、まあ、このコインにこれぐらい持ってたら、まあ、これぐらいの、ね、利益は取れるんだろうなっていう、見立てはね、もうほとんどね、できてきた状態です。でもうほぼほぼその、まあ、仕込み終わってというかね、まあ、買いは入れてあって、あとはちょっと落ちてきたらまたさらに追加しようかなっていう、まあ、状態で、まあ、いよいよ年越しを迎えて2021年を迎えるわけですけども、まあ、こっからはね、長く持ち続けた人がやっぱ勝つと思います。でバブルが崩壊するまでギリギリまで持ちた人、まあ、チキンレースみたいになってくるんですけど、チキンレースというかね、まあ、バブルが終わった時をね見極めてエグジットする方法がある、んですけど、まあ、それはちょっとまたおいおいね、今後の動画で出していこうと思うんですけど、まあ、バブルが終わったサインが出ました。落ちました。で、まあ、反発しました。で、そこから落ちてきますみたいなね、その一連のバブル崩壊の流れがあるわけじゃないですか。そこでエグジットするっていうことを決めていけば、基本的にはまあ今持ってる仮想通貨は、まあ、メジャーなコインであれば、まあ、多分かなり上がってくると思います。まあ、XRP はちょっと訴訟をね、控えているので、何とも言えないと思いますが、まあ、でも XRP も多分市場から撤退するってことはないでしょうから、例えば今20何円とかね、18円とかね、まだ落ちてきたんですけど、10円台20円台で拾ってる人は多分利益が出るというふうに思っています。なのでまあそんな形でね、もう結構その僕はもうだいぶ仕込み終わってますよ。ビットコインももうだいぶ満足する枚数持ってますし、まあ、イーサリアムもだいぶ、2020年買い集めてきたっていう感じですね。まあ、なんでね、まあ、何が言いたいかというと、別に何が言いたくてこの動画撮ったわけじゃないんですけど、まあ、ちょっとその辺がね僕の本音なんですよ。だから、やっぱり結局投資って美人投票ですから、やっぱり時価総額が高いものがバブルになっても人気が上がりやすいですよね。まあ、アメリカの株価なんか見てたら分かるじゃないですかニューヨークダウがどんどん高値更新してるって言っても、あれガーファ抜いたらそんなに上がってないんですからね。ガーファとかテスラがニューヨークダウを押し上げているのでかなり上がってるように見えるんですけど結局アメリカ人って人気があるやつをにさらに買っていくんですよ。だから一部の会社の株価だけどん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 上がっていってね、
っていう形になりやすいので、やっぱりビットコインはかなり上がるし、イーサリアムもかなり上がるし、でもちょっと、ね、マイナーなビットコインはちょっとポンと跳ねてもちょっとすぐ暴落するみたいなねそういうことになりがちなんで、うん、やっぱり、しっかり、ファンダがいいものというか、時価総額が高くてしっかりしていると思われているものにかけていったらいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、まあ2021年ね、まあかなり私の視聴者でも何人かちらほらなんかもう、仮想通貨で送りましたっていう人も出てきたようなんで、僕もね資産10億狙ってね、引き続き、頑張っていきたいと思います。はい、ちょっと初めてね、こうやってちょっと寝室で正直に話してみたっていう感じなんですけど、まあ、私ね YouTube はね、2020年から始めて、チャンネル登録者が、まあ、2万人ぐらいまで行きましたけど、引き続き2021年ね仮想通貨はかなり熱いと思いますので、引き続き、毎日チャット分析の動画、出していくのと、あと藤原大学の方では、投資の話とか、社会経済の話、そして副業で稼ぐコツみたいな話を、まあ、ずっと続けていきますので、まあ、ぜひ私のね動画2021年もしっかり見てもらえたらいいなというふうに思います。はい、というわけでね、仮想通貨の2020年市場の振り返りと2021年の、私の本音を話してみました。今日の動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。こんなリラックスした環境で最後まで聞いていただきましてありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。この動画の説明欄またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは、株や仮想通貨そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。